待てよてめえ、その面最小えぎるだろう。いや、もう最小じゃねえよな。地位も権力も失ってただの男だ。違う、私は。うっせえ、てめえが今まで何やってきたか分かってんだろうな。そうだそうだ、お前の領地だけじゃない、ここ振り向けるようになって、お前たちが支配するようになってからめちゃくちゃになったんだぞ。重税に迅速の挑発、横暴な商売、殺してやる、ぶっ殺してやる。うん、教団の倉庫にはなかなかいい茶葉が眠っているな。確かにお茶は美味しいですけど、甘いお菓子がないと物足りませんね。甘味はそう頻繁に入っては来ないからね。戦争は甘くはないということさ。うまいこと言ってる暇があったら甘いお菓子を探してきてほしいですけど。まあ私は君の甘い笑顔があれば。フェルディナント殿、話し中失礼する。君が望んでいた情報を騎士団の石膏が偶然得た。急ぎ知らせた方がいいと思ってな。情報？まさか父の行方が分かったのか。その通りだ。今すぐ教えてくれ。ああ、君の父は宰相を解任された後、長い間アンバルに軟禁されていた。その後逃げ出したようで行方が分からなくなっていたが、つい先日フリム領で目撃された。おそらく同盟領へ向かっていたのだろう。フリム領、まさか単身でか。それで接触は？実はフリム領では今大規模な暴動が起こっているのだ。フリム領を統治していたエーギル公が失脚して5年、とうとう軍も民衆の暴発を抑えられなくなったのだろう。暴動？なぜそんなことに？なぜって何も不思議なことはないじゃありませんか。まさかフェルディナント、フリム領のこと何も知らないんですか。あんたの父親がどう統治していたのか、失脚後あの土地がどうなったのか。エーギルの本領であれば勉強も兼ねて統治の真似事もやっていた。しかしフリム領については父が一切関わらせてくれなくてな。いや、こんな話をしている場合ではない。父が暴動に巻き込まれる前に助けなくては。そうですね、急いで行った方がいいんじゃないですか。先生も行きます？それじゃ今すぐ出発しましょう。私は少しは事情を知ってるので後で教えてあげます。父が目撃されたのはこの辺りか。至る所で民が暴れているな。あ、襲われている家がありますよ。早く助けないと。あ、それとボートを先導している者たちがいるようだ。彼らを残らず撃てば暴動も落ち着くかもしれない。ある程度手分けして動いた方がいいかもしれませんね。町の北の方は手がつけられない状態になっているな。北は抑えを置くだけにして、東や南の民の救出を優先した方がいいかも。よし、行くぞ。
覚悟ならばできている。早く進みましょうよ。邪魔するから。ありがとうございます。略奪されずに済みました。うまく指揮してくれ。さあ急ぎましょう。掃除に行くぞ。戦場を広く見なくては。彼らの死を無駄にはしない。さあ進みますわよ。うん、我が輩の出番だな。されはならぬなら汚すまで。この程度は朝飯前ですわよ。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。やると決めたらやるの。あたくし戦場に立つ以上、覚悟はできている。暇はない。これが私の生き方だ。
はないのよ。私は命を奪うのだ。誰が相手でも私は全力だよ。穴を開けてやったぞ。狙い通りに進められている。お助けくださりありがとうございます。もうどうなることかと。改めよう。割り切るしかあるまい。僕も役に立たなきゃ。なったんだ。あんた命の恩人だ。助かった。助かったぞ。この形相は少しだけ舞台を思い出す。敵は僕の敵だから。
私だって死にたくはないのよ。無傷の家が残ってるな。今度はあそこを略奪してやろうぜ。先生、急いで助けに行きましょう。このままでは。おら、てめえら暴れまくるんだ。せい、様のため。頭脳戦と行こう。この形相は少しだけ舞台を思い出す。
戦場では男も女も関係ない。その程度。強っ。隙だらけだよ。こっちにも引けない理由があるんでね。他に逃げ遅れた住民はいないみたいですね。みんな助けられてよかったです。これが私の生き方だ。未来のためも悪くない。手を汚さねばならぬなら汚すまで。私だって死にたくはないのよ。だよ！だよ！許しはいらない。これが戦いだ。私に勝とうなど少子。邪魔はさせん。こんなとこで負けるもんか。邪魔するから。
いが終わるまで私は止まらぬ。暴動を起こせばやりたい放題だぜ。やりたい放題できなかった父さん、父さんが俺らはそいつに言われて好きでもねえのに暴れてたんだよ。なんで邪魔するの。こんなとこで負けるもんか。穴を開けてやったぞ。よし、死んだな。割り切るしかあるまい。
は命を奪うのだ。大丈夫、かすり傷です。するから。この私に勝とうなど少し。進みましょうよ。俺たちの邪魔をすんじゃねえよ。よっ、せい。くそ、せっかく貴族を殺して財宝を奪ったのに。あ、それはまさか、父の…間に合わなかったのか…
あの、フェルディナント、なんだい。お父様のこと、なんと言っていいか。いや、いいんだ。ずっと覚悟はしていた。フリムリオの事情は知らないが、おそらくは自業自得だったのだろう。君は事情を少し知っていると言っていたな。後で教えてくれないか。それじゃあ、私が知っている範囲で話しますけど。ああ、頼む。フェルディナントもフリュムの乱については知ってますよね。もちろんだとも。中央集権化を打ち出した皇帝イオニアス9世に対し、同盟領に近いフリュム家が帝国からの独立と同盟への参加を画策、同盟のコーデリア家の協力を得て反旗を翻したものの、帝国によって討伐された。以降フリム領には傀儡の当主が立てられることになり、実際の統治は隣人である我がエーギル家が担うこととなった。まあこの件を機に貴族たちは権力が皇帝に一極化することを恐れ、それがイオニアス9世から六大貴族が権力を奪う事態に発展するのだが。七貴族の変ですね。六大貴族なのに七貴族の変って分かりにくいですけど。六大貴族には権力を失ったフリム家は含まれないが、七貴族には含まれるのだ。まだにややこしいですよ。それはそれとして、七貴族の変の後、エーギル公がフリューム領をどんな風に統治していたかは知らないんですよね。エーギル公は自領よりも重い税を課して、領民の暮らしは苦しくなりました。隣接するコーデリア領に逃げてくる領民も後を絶ちませんでしたけど、みんな送還されました。コーデリア家も帝国の介入を受けていましたからね。そしてさらに問題が深刻化したのは、エーギル公が失脚した後です。宰相を罷免されたエーギル公に代わってフリューム領を任されたのはアランデル公。エーデルガルトの王子、帝国の摂政か。アランデル公はエーギル公よりもさらに重税を課し、民の生活を締め上げました。好き勝手な徴兵も行い、逆らう者は容赦なく殺したんです。しかもそれをエーギル公の名において行っていたようですよ。まさか。あんたの父親も決して立派な統治者ではなかったかもしれません。でも民衆の恨みを全て向けられることになったのはアランデル公が仕組んだことだから、今回のエーギル公のことを自業自得と切り捨てないであげてください。教えてくれてありがとう、リシティア。何も知らなかった自分が恥ずかしい。自業自得だけではないことは理解したが、それでも父は道を誤り民を苦しめた。父はもうその罪を償うことはできない。父が犯した過ちは私が償わなければ、この戦争の後で私に何ができるのか、これからじっくりと考えてみるよ。じっくり考えたいのなら甘いお菓子が必要ですね。甘味は頭の栄養ですから。うん。将来はともかく、今あんたがやるべきことは甘いお菓子を手に入れることです。わかったよ。見つけたら君にもお裾分けしよう。